はい、皆さんこんにちは。またまたナップスパトロールです。いや、何もないんですけどね。ここのとこほら、雨ばっかりじゃないですかね。寒いし、まあ今日ちょっと晴れたんでパトロールですよ。やっとこれ、インジェクションのあれに慣れてきましたね。なんかキーひねってすぐね、セル回しても、ほら、キャブ車だとあんま関係ないけど、インジェクションだとね、このランプが消えてからの方がいいって言うじゃないですか。いいね、今日も空が。そうでね、ナップスでちょっとヘルメットを見てきたんですよ。もうこの新井のヘルメットもね、もうね、神経質な方とかね、まあ一般的にはね、もう耐用年数を超えてるんですよ。とっくにね、もうね、多分10年ぐらいもうこれ使ってんじゃないかな。もうここ5、6年ね、なんか新しいヘルメットを買わなきゃ買わなきゃと思って、見てるんですけど、これね、まあ好みっていうか、ヘルメットってね、まあほら、アライ派とか照英派とかあるじゃないですか。最初ね、私、まあ、アライをずっとね、この、まあ、ロード、オンロードに乗るときは、アライなんですけど、ソリッドカラーっていうのかな、単色のね、ヘルメットだったんですけど、まあ、今かぶってる、このね、カラーリング、あ、いいなと思ってね、買い替えたんですよ。それまではね、こうグラフィックのモデルって、まあ、当時はね、アライすごく少なかったし、まあ今はね、グラフィックのモデルいっぱい出てますけど、そうで、まあグラフィックに慣れちゃうとね、なんとなく、私はですけど、まあグラフィックのモデルが好きなんですけど、まあここ5、6年悩んでるっていうのもね、まあだから、まあ自分の好みに合う、まあデザインだったり色使いだったりっていうヘルメットがね、まあないんですよ。だからソリッドカラーのでもいいかなっていうのをね、思ったり、そんやっぱりなって思ったり、ヘルメット高いじゃないですか。本当ここ何年かで、すっごく値段が上がったような気がするんですね。ちょっと高すぎないですか。命を守るっていうか、頭を守るその安全装備だから、お金の問題じゃないっていうのはね、もちろん分かるし、そうなんですけど、それをね全然否定するつもりもないし、あれなんだけど、あまりにもねちょっと高いような気がするんですよね。まあ洗いで、まあ、一番いいのっていうか、まあ普通にね、買う一般の人が買うので、まあ RX7X5 っていうのかな、 X っていうのかな、まあソリッドカラーでも5万5円でしょ。おー、すげえなこれ。でグラフィックカラーだとね、やっぱり6万超えですよね、確か。照英の
省エイ、そんなことをなんか動画にしてる方がそういえばいらっしゃったけど、X なんとかっていうあの一番いいやつなんでね、なんか8万ぐらいなんだっけ。ちょっとね、高すぎないかな。まあこれ比べるあれじゃないけど、昔ね買ったあのスクーター、ゲンチャリのスクーター、4万9800円だったような気がするんだな俺。ヤマハのね、パセッタっていうパストロとかパストロじゃないですよ、パセッタですよ。まあご存じない方は興味あったらググってみてください。あのね、ヤマハだからあれなんですよ、モノサスなんですよ、モノサスそうだ、それね、確か私は4万9800円ぐらいで買ったと思うんですよ、当時ね。まあそれはね、物価も違うしあれだけど、なんかね、あまりにも高いような気がしますよ。6万も払ってさ、自分のね好みじゃないものを買うっていうのもどうだかなと思うわけですよ。これすごく、あ、これこのデザインいいなって自分でね思えばさ、まだなんかいいんだけどさ、いや本当ヘルメットね買わなきゃまずいんですけどね。でもさ、ここまで来ると、ちょっとまあ荒い派か省エイ派かって言ったら荒い派なんですけど、ちょっと他のメーカーもね、考えなきゃいけないっていうか、考えないとヘルメット買えないからね。なんていうの、あのエントリーモデルっていうのかな、昔の荒いで言うとクアンタム J とか、あのくらい、あそこの要はクラスが今ないんですよね。3万台っていうのかな。あそこをさ、一つ出してほしいよね。それより上を求める人は、そう、RX7 最高峰をね、選べばいいんであって、やっぱり、クアンタム G クラスを出してほしいですよね。6万じゃねっていう、はいすいません、愚痴です買えない愚痴ということで、CBR400RNC47、 はい、ちょっとね、まあ近所で買い物だからシートバッグつけてますけど、まあ買い物だからって、言うわけでもないというか、結局ね何も買わないんだけど、だいぶ見慣れてきましたね、こう慣れてきた、乗り方もね。ということで、ちょっとコーヒーでも飲んで帰ろうかな。あ、ちょっと待った。これさ、ちょっと待って。なんか嫌なもの見つけちゃったな。これウォーターポンプじゃねえの？嫌なもの見つけちゃったな。